船舶が吹いても剥げない国産仏壇、輪島漆器仏壇店の永田光輝でございます。今朝はですね、7月28日金曜日朝4時起きの海運社長でございます。今日は納品が2件、それとあれでございますね、山本親方が仏壇を持ってこられます。昨夜も禁酒成功でございます。今日も一日頑張ります。